今年もですね、まあ、この季節がやってきたということで、まあ、スピリーグを振り返りながら、まあ、僕はただ飯を食うだけの動画っていうものを、今年も上げていこうかなと思います。まあ、スピちゃんとかね、スピリーグ俺が MVP 取ってから知ったって方は、まあ、こういうわけのわからない動画知らないと思いますが、今日はちょっと、松屋の今限定で来てるバターチキンカレーなるものを食べていきたいと思います。こんなんすね。うん。もう名前の通り、チキンカレーにバターが乗ったカレーです。で、ちょっとね、画面がこれ斜めってるかもしらんけど、これ俺去年どうやって撮ってたっけな。あんま覚えてないんですけど、もしかしたら画面が斜めってて見にくくなってるかもしれない。で、ちょっとこれ、負けるからあんまり見せにくいけど。まあ、これ豚汁です。じゃあまずサラダからいただきましょうかね。サラダから、じゃあいただきます。美味しいですね。やっぱり。一人暮らしはサラダをね、食わな。うまい、野菜マジで。野菜完食。野菜がこれ一番うまいかもしれんわ。うん。バターチキンカレーより、野菜の方が、松屋さんは、美味しいですね。しっかり豚汁さんとこ。あ、いい湯加減。完璧な湯加減やな、これ。まるで、この熱さで俺が食うかの、見越したように、見透かしたように、絶妙な味付けです。で、こうやって米とカレーが分かれてるんよな、これ、どう食おう。まあ、一般的には多分、カレーの方に米を入れる感じかな。これはちょっとそれでいこうかな。とりあえず米をね、カレーの方に入れていきたいと思います。でも、なんでお風呂なのかっていう質問が来るかもしれないですけど、去年スピリーグ始まった頃東京来たてで、まあ、家に引っ越したてやったんですよ。で、家具とか全く揃ってなくて、買う金もなくて、まあ、ベッドもなかったんですよ。で、まあ、地べたで寝たり過ごしたり、まあ、編集したりしてたんですけど、まあ、そこ、地べたに座ったら、ちょっと画角の問題とかもあって、撮影しにくかったんで、まあ、こうやってしっかり座れて、こうやって携帯が置ける風呂場で、去年から撮り始めて、まあ、今はさすがに机とかちゃんとあるんやけど、思った、これめっちゃうまい。ん？え、これやばいわ。バターチキンカレー。これやばいやばいやばい。これ、もうお世辞とか抜き。え、これえぐ。え、バカうまい。今ね、期間限定出てるんで、買った方がいいです。ちょっと卵つけたんで、卵入れますわ。あ、マジか。バター強いね。バターが強いからね、美味しいわ。これ、卵入れます。最悪。最悪も。いやー、これ、卵ももしかしたらいらんぐらい、まろやか。マジか、こんな美味しい新作出てたんや。カレーと、バター、がもうめっちゃいい感じで絡んでて。これちなみに並盛りかな。もしかしたら並盛りぐらいが一番いいかもしれん。うん。米も多くないし。あ、待った、これ痺れたわ。マジか。こんな美味しかったんや。最近ね、牛丼食わないんですよ。牛丼屋行っても。もうこの年になってそんな生活してたら、もう体ぶっ壊れるんで、牛丼全く食べてないですね。すき家とか行っても、マグロたたき丼とか、そぼろ丼を食べてる。ああいうのめっちゃうまい。いやー、これ松屋マジおすすめみんな。全然。案件とかじゃないけどめっちゃ宣伝してもてるわ。でも試合の振り返りの方は第一節振り返ってなかったから第一節の振り返りすると、まあ大貫さん、去年も VS クレイさんの大貫さん使ってたんですけど、その時も結構打ちあぐねてたんですよ。で、今年も大貫さんで来て、まあ、結局打ちあぐねて、まあ、最後ね、なんとかサヨナラはできたんですけど、まあ、抑えたのはでかかったですね、第一節は。うん。もう出てなかったから全然ぶっ壊れる可能性もあったし、まあ、それでも、まあなんとか配球できたのが良かったかなと。全然苦手とかではないんですけどね。やっぱ他にいないタイプじゃないですか。ツーシーム、ん？じゃあスラカット、スプリット、ツーシームか斜めの。で、超大ピンチやから。12球団ではなかなか見ない球質なんで、割と強かったですね。
で、まあ今日の第二節か。は、もう、やっぱ、サイスミードは、第一節でめっちゃいいピッチングしてたから、まあ、そんな強いんかと思って、練習してみたら、もう結構強くて、ほんまに。まあ、こっちが純正のバッター使ってるからこそ、打ちあぐねるっていうのはあるんですけど、まあ、12球団はさすがにきついで。12球団はきついけど、純正使ってると、結構打ち抜く。っていうのもあって結構練習してましたね。まあ、あと小川さんとか、奥川さんとか練習してたんですけど。中継もね、結構しみのぼさんとか、マックガフとか、まあ、当番なかったですけど、木沢さんとか、超タイピンチね、立てづらもあって、結構、いやらしかったね。まあ、中継も結構練習はしてましたね。まあ、そのサイスニード、初回、もうノーアウトで結構降板できたのは、あれはでかかった気がする。まあ、マックブルームのヒットはね、ボール球振っちゃったんですけど、うまく移動してくれて、んで、あと、坂倉さんの時に 3-2 かな？ん？なんか、ま、カウント途中で、タグスに変わったんですけど、もうそこもしっかり引っ張り警戒はまらずにレフト前できて。いや、その後よ。西川龍馬さんの。いや、あれね、正直、なんか、ふわふわしてた。ノーアウトで満塁作って。ふわふわしてて、頭の中整理つかずに、なんかとりあえず振ったみたいな、ほんまに。張り玉もなんもなく。で、頭の中何も入れてなくて、ただ振ったら、どんなセカンドこれやねん、あれ。まあ、ゲッツーとノーアウト満塁から。で、オセオセムードから1点、まさかのね、2アウト3塁と、場面変わりまして、まあ、1点は取ったんですけど、で、その後ちょっと、あ、やばいやばい、なりつつ、林くんを迎えて、ボール球振って、3アウトと。あのバッティングはひどかったな、あれはやっちゃあかん。西川龍馬さんで満塁作っても一回整理するべきだった、頭の中。で、まあ、やっぱ今日もですけど、ピッチャー、やっぱ抑えれたのが、でかいですね。純正のピッチャーで、ね、全然強制される可能性もある中、第1節、第2節ともに、しっかりと抑えられてるっていうのは、やっぱりリズムにもなるし、そこは大きいかなと思います。ちょ、彼さ、絶対スプーンよな。お箸やばい。これやばいよ。うますぎる。チキンとバターとカレーが苦手じゃなかったら多分やばいと思う。めっちゃハマると思う。でも配球で意識してたことは、コントロール20丸のお世話さんなんで、まあ、ほんと、割とね、自分が狙ったところに投げれるから、まあ、うん。そこは自分の、なんか狙い通りじゃないけど、とりあえずビタビタ。もう打たれても後悔がないようなところばっか投げてましたね。もうここ打たれたらもう仕方ないっていう。割り切りでね。コントロールのピッチャーで打たれたらしょうがないでしょ、もう。自分が思うところに投げれてるんやから。で、2回裏か。で、やっぱ下位打線でね、チャンス作れたのでかすぎる。カープ、下位打線もね、それなりにいいバッター多いんですけど、上位が結構、バケモン級に打ちやすい選手多いんで、下位で作って上位繋いだら、本当に得点力上がるんですよ。で、そんな中で、まあ初回、ちょっと抑えられて焦ってた、まあ、田口さんをしっかり打って、でもマクガフを出すことができて、まあマクガフも、強いというか、まあ、練習そんなめっちゃ打ってたわけじゃないんですけど、まあ、本当に集中して、まあ、頑張ったって感じで、まあ、オスナのあのエラーは、あれはちょっともう運が良すぎるというか、あれでも2アウト、3塁 2-0 なんでね、あれアウトやったら、あれがエラーしたからこそ、まあ、3対0。なおもノーアウト1塁っていう、運ゲーの差っすよ。本当に相手からしたら、やっぱ存在感大きいな堂林さんっすね。本当に打ちやすいわ。マジで合ってる。坂倉さんも強いけど、やっぱね、右のライドラ広角っていうのはちょっと僕にマッチしてますね。あ、今日もしっかり2安打打ってもらって、いい感じにね、まあ、チャンスメイクしてもらえたんで、いや、本当良かったわ。最後俺の音声が
堂林さんがバッターの時にもう俺ホームランしか狙ってないって言ったのは、もうあれはもう2点取ったら勝ちの状況で、もうバッターが堂林さんっていうこともあって、さらに、俺がまだスピリーグでホームラン打ってないんですよね。っていうのもあって、まあそういうことを言ったら、まあ音声抜かれてたんやけど、別に全バッターホームラン狙ってたわけじゃないです。はい。その堂林さんはホームランマジで狙ってた。まあで、ライト前打てて、うん、マクイブルーム繋いで、坂倉さんも繋いで、で、1点取ったら勝ちの状況で、西川龍馬さん。まあ、1回表、1回裏か。で、2食らっちゃってたんで、ここは絶対打ちたいなっていうので、しっかりと清水さんから打って、まあ、5点目取ることができましたというような試合展開でした。でもね、地味にね、こうやって、コールド勝ち解消できたんって僕、スピリーグ去年から見ても初めてなんですよね。ずっとこう3イニング目まで7回も行ってたから、初めてコールドができましたね。そこは良かった。いや、うまかった、これマジで。これマジでおすすめ。やば。こんな美味しいんだね、これ。次節、第3節、まあ、ジャイアンツ戦ということで、まあ、12球団格のピッチャーと、まあ、12球団格の野手が、揃ってるんで、ちょ、マジで、頑張ります。はい。ほんと練習あるのみで、まあ、いつも通り、しっかりと調整していきたいと思います。はい。じゃあ本日は応援、ありがとうございました。いや、マジで美味しかったわ、これ。